3. 笑い亭無ム学は岐阜県岐阜市出身の落語家。生前は落語芸術協会に所属。本名、渋谷博士。出林は、千くま祭。金城商業学校卒業。幼少時代に馬族に憧れていたことから、1942年より単身中国北京へ住。敗戦後帰国し、農林省開拓局に入局。長い家風を通じて、 正岡博カを知り、その紹介で、1949年3月に五代目古根亭今助に入門する。前座名は、今夫。しかし、当の本人は、新作落語、古典落語の概念をあまり知らず、とりあえず今助から提供を受けた、新作の台本をやっていたが、ある日、柳谷金五郎から渡された、新作の台本を、八三、三 熊さんに書き換えたことで、今助から出席され、古典旅線の道に転校。1951年4月に新作中心の、今助門文から8代目さん笑い抵抗ラ門ンへ円満一席。翌5月、2つ目に昇進し、夢楽と改名。1958年9月、10代目、桂文治、春風亭流昇、2代目、桂小南、三遊亭昇園場。 四代目、春風亭流行と共に、新ちに昇進。より愛主、味方一両尊、昭和などの長屋物を得意ネタとし、明るく軽妙で、遠い即妙な芸風から大喜利も得意とした。また、お笑いトークマッチ、抜群ジョッキーなどのテレビ番組、ラジオ番組にも出演し、人気を集めた。2003年に寄せを引退。2005年10月28日、 肺不全のため死去。八十歳没。生前最後の講座は二千四年十一月三日、親の上の広港寺邸での三方一両損であった。夢楽の名は元来、朝根坊村区で、朝根坊村区の名跡自体が九代目まで存在することが明らかになっている。初代朝根坊村区は千八百三年に、初代3、笑い亭コーラに入門して、陳朝亭。 新話来帝などの帝王で、夢楽を名乗るが、師匠に無断で、無楽と改名したことで破門され、朝寝坊の帝王で、無楽、無楽となった。以降9代目までは、朝寝坊無楽。3、笑い帝夢楽の名跡は、帝王も異なることから、これら朝寝坊無楽の台数を数えず10代目と呼ばれることはないが、1951年の襲名の際に、 当時の落語界では、村区という大きい名前を二つ目の芸人に継がせる、ことへの猛反発が起こった。しかし落語界の実力者であった五代目竜亭左、落の鶴の一声で襲名が許された。ありがとうございます。